コロナで試合ができずにこのまま卒業してしまったら悔いが残ってしまう。今まで勝ててなかったチームに勝てれるようになりたい。やっぱり私もそうですけど、いろんなところでコロナの影響を受けて大会がなくなったりとか、そういう場がないっていうのが一番選手にとっては辛いのかなって思って、こういう機会をいただいて、なんかちょっとでも自分の中で残る一日に関われたら嬉しいなと思ったので。何のためにやってきたんだろうって思っちゃうかもしれないけど、でもその毎日の練習は絶対何かにはつながっていると思うので、なかなか難しいけど全部が無駄だったってわけではないと思うので、そこは無駄にはしてほしくないなとは思います。みんなでボールを一生懸命つないで、いい思い出になれるよう頑張りたいです。渡辺選手が失敗したらどうしようとか、負けたらどうしようとか不安になる気持ちは考えない方がいいって言われて、やっぱりそうだなと、私も頑張ろうと思いました。しっかりと一生懸命ボールをつないで、しっかりと声を出したらできる部分もあるんだなということも思いました。悪かったけど、みんなで協力できたし、団結できたと思います。ちょっと悔しさは残りましたが、ずっと悔しがってたら前に進めないので、このことをずっと覚えておいて前に進んでいきたいと思います。今の頑張りが次につながっていくと思うので、本当に残念だと思うんですけど、次の目標につながっっていってほしいなって思います。